はい、ゲロッチョンです。今日はですね、青い染めで3匹、そして後からミミズですね。ミミズで4匹釣れたので合計7匹でしたね。7匹のうち2匹をお持ち帰りして、そしてあと5匹はねリリースして帰ってまいりました。そう、今からね早速ね鱗取りして料理をねしていきたいと思います。ではねやっていきます。はい、今ね鱗取りができたので、これからねさばいていきます。魚の内臓はねこのような感じになっております。まあ、この中でもねいろんなね機能がねついております。まあ、肝臓からねいろいろとねあるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。はい、美味しそうなね、切り身です。この釜もね、焼くとね、すごくね、美味しいんですよ。塩焼きですね、塩焼きにするとね、すごくビールのあてにね、なるんじゃないかなと思います。はい、今からね、このバターをバーナーでね、溶かしていきたいと思います。ではね、早速やってみます。はい、溶けたバターにですね、先ほどの切ったこの切り身をね、入れていきます。こう染み込ますんですね、バターにね、ゆっくりと染み込ませていきます。はい、このようにね、漬け終えたらね、しばらくの間ね、これをね、ちょっと寝かしておきます。寝かしてる間に、次のね、魚をね、料理していきたいと思います。次はね、こちらをね、さばいていきたいと思います。ではね、早速ね、やっていきます。はい、次はですね、先ほど切った切り身をね、ぶつ切りにね、していきます。このようにね、ぐっさ、バッサッとね、切っていきます。はい、次に残していたね、皮の方をバーナーでね、
炙ります。このように感じでザーッと、炙り終えたらね、次に包丁でね、このように切っていきます。醤油とね、みりんを入れてね、これからね、そしてこれをね、混ぜていきます。このようによし、ぐるぐるとね、混ぜていきます。はい、そしてね、この炙った皮とね、混ぜていきます。はい、混ぜ終えましたら、次はね、こちらですね。こちらのお米にね、先ほどの混ぜたやつを、これをね、一緒にね、入れていきます。そしてね、ご飯を炊いていきます。はい、これでね、炊けるまでね、時間があるので、その間にね、先ほど寝かしたやつ、はい、先ほどね、これを寝かしたやつをね、今からね、このフライパンでね、焼いていきたいと思います。はい、このようにね、出来上がりました。バターのね、いい匂いとね、そしてこのようにこんがりとね、焼けたんじゃないかなと思います。これは多分美味しいんじゃないかな。ではこちら一品出来上がりました。はい、今ね、このようにね、美味しくね、ご飯がね、炊けてくれました。はい、今回はね、鯛めしと、そしてバター焼きですね、を作ってみました。そしてこちら左側にあるのがですね、こちら生姜ですね。生姜をね、少しね、つけてね、食べるのも美味しいんじゃないかなと思っております。まあ今回ね、2キーね、ゲットして持って帰ってきて、このように作ってみましたけども、またね、美味しいものをね、作っていきたいと思います。じゃあね、またね、見ていただければ嬉しいと思います。じゃあね、バイバーイ。